しもし、お父さん、俺だけど。俺だけどって、理恵か。500万？せがれがよ、迷惑かけちまったんだよ、会社に。竜兵君のお父さんですか。これでよ、なんとかせがれを勘弁してやってくんねえか。おいおいおい、どこ行くんだよ。いらっしゃよ。俺の目地潰すのか。てめえの家に住めるぞ、この野郎。義理も認知もあらしねえや、まったく。買ってもらいたいものが一個あるんだよね。なんだ、ジジイが俺らに喧嘩売んのか。てめえ、ジジイに脅かされて逃げてきたってなんだよ。ジジイに邪魔されたので。ジジイどもみんなでいたんです。ジジイは先もねえのに。ヤクザってどうすんだよ。だったら何なんだ、ガキ。ジジイ、うわ、俺が親分だな。だって二人刺してるもん。バカ野郎。ダメだ、隠れられねえな。さようなら。あれ、どっか行っちゃったよ。ご承知だと思いますが、早打ちのマックと申します。知らねえや。若いやつが気にならないのも分かるけど、今昔みたいなヤクザもいねえから。はい、分かりましたよ、刑事さん。いや、全員逮捕。龍蔵と7人の子分たち。俺たち古いのかな。古くていいじゃねえか。